ソフトバンクの近藤健介外野手は1日、楽天戦、水穂ペーペーの2回1し、左腕、藤井から中越えフェンス直撃のランニング本塁打を放った。フェンス直撃した打球が、外野を点々とする間に2塁、3塁を回って本塁へ突入。玉からホームへ滑り込み、セーフの判定でスコアボードにも1点が入った。 ただ、楽天、今江監督からリクエストが入り、リプレイ検証の結果はアウト。場内のファンからは大きなため息がこぼれて、ベンチで映像を見守っていた近藤も苦笑いだった。